異世界夢入り？マジ恋プラスとはなんだ？誰とデートする気？そうだ、それでいい。誰とデートするの？当然の選択だ。しっかり楽しませなさいよね。やっとお昼休みね。ねえ、一緒にご飯食べない？今日はおかずたくさん持ってきたんだ。教室もいいけど、たまには屋上で食べましょう。いい天気ね。人もいないし貸し切りだわ。ほら、あんたもそこ座って。いただきます。あ、そうだ、おかず交換しよう。その唐揚げ美味しそうね。一つもらい。私からは、はい、ひじきの煮付け。ん？何を？知らない。パク。おお、冷めてるのにジューシー。あ、もう時間ね。なかなか楽しかったわ。たまには屋上で食べるのも悪くないわね。さあ、教室に戻ろう。遅い！もう、いつまで待たせるのよ。せっかくこっちはいろいろ準備してきたっていうのにさ。調子のいいこと言ってもダメだからね。でもまあ、今日のところは許してあげる。それで、今日はどこ行くつもり？それじゃあ行きましょうか。最高の遊園地日和ね。さーて、どこから回る？やっぱり遊園地って言えばそれよね。よーし、混まないうちにさっさと並びましょう。ねえねえ、もう一回行きましょう。次、あっちの行くわよ。うひゃー、あー、楽しかった。あれ、どうしたの？あらら、ごめんごめん、ちょっとはしゃぎすぎちゃったかしら。まあいいわ。じゃあ次はゆるいの乗りましょう。あら、もうこんな時間？楽しい時間はあっという間ね。私もさ、あんたと一緒で楽しかったわ。あ、見送りはここでいいわ。今日はありがとう。次遊ぶ場所考えておいてよね。じゃあまたね。お嬢を泣かせたら許さんぞ。遅い！もう、いつまで待たせるのよ。せっかくこっちはいろいろ準備してきたっていうのにさ。まあ、そういうことならしょうがないわね。それで、今日はどこ行くつもり？いいわよ。何かいいのやってるかな？映画館の空気って、なんかいいわよね。お客さん、みんな楽しそうだもんね。
薄暗い雰囲気もテンションが上がるっていうか。あっ、私このアクション映画見たい。でしょ、予告編から気になってたのよ。次期上映みたい。早くチケット買いましょう。面白いなんてもんじゃないわ。今世紀を代表する映画と言っても過言じゃないわね。この感動語り足りない。そこの喫茶店に入りましょう。もうこんな時間。あんたといると一日が早いわね。でももう帰らなくっちゃ。今日はここでいいわ。次遊ぶ場所ちゃんと考えておいてよね。じゃあまたね。うん、行ってらっしゃい。お帰りなさい。ずいぶん遅かったじゃない。新妻ほったらかしていい度胸ね。ずっと待ってたんだからなんてね。怒ってなんかないわよ。お仕事お疲れ様。ご飯の支度できてるわよ。あ、先にお風呂がいい？それともあれにする？なら別に食べなくてもいいの？そりゃ見た目はおかゆというよりは底なし沼っぽく見えるかもしれないけど、でも味は悪くないと思うわよ。途中で味見もちゃんとしたし。ちなみにその時はコンソメスープっぽい味がしたんだけどさ。あ、食べてみる？そうこなくちゃね。じゃあどうぞ。顔真っ青にしちゃって。そんなに美味しい？私も食べてみようかな。いただきます。パクリ。なにこれ。おかしいわ。おかゆを作ったはずなのになんで砂みたいな味がすんの。いや、砂なんて食べたことないけどさ。しかも一口食べただけでなんだか意識が遠くなってきて。このおかゆは危険だわ。食べなくていいよこんなのね。いや本当にいいって。こんなの食べたら体壊すから。だからお願い食べるのやめて。私ってダメね。学生の頃から全然進歩してなくて、一日頑張ってお仕事してきたあなたに美味しいご飯を食べてもらう、たったそれだけのこともできないなんてね。そりゃ気持ちだけなら誰にも負けないわよ。私は誰よりもあなたのことが。この先は言わなくてもわかるでしょ。私が
あなたのことどれだけ大切に思ってるかなんてさ。ねえ、ご飯食べ終わったら一緒にお風呂入ろう。その後は語源が始まるよ。ダーリン、ダーリン、ちょっと聞いてるの？ダーリンってば。いい加減起きろ。まったく、もう授業始まるわよ。お風呂がどうとか言ってたけど、どんな夢見てたの？はあ、一緒にお風呂？私とあんたが？なんて夢見てんのよ、このバカ！もう、今度同じ夢見たら、こんなもんじゃ済まないからね。